はい、ドーン。さあ、やっていきましょうか。今日も一発ワンショットということで、早速挨拶していきましょう。ニコ、戻ったよ。じゃあ、ブルーホース、お帰りなさい。テンション低め。なんか元気奪われた気がする。ま、そんなことはさておき、させていきましょうか。てんてんてん。おー、これは記憶が戻ってきました。追跡システムを起動中、感想を設定中。おや、この船は重量オーバー。ニコ、ダイエットしたまえ。あの、どこにも効かないエクササイズって、あの、おすすめですよ。あなたの所持品をいくつか置いていく必要があります。そっか、じゃあバールのようなもの。おい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 、とどめさすやつ。あ、めっちゃ捨てていくじゃん。そっちに捨てちゃうの？マジか、拾えなくなるじゃん。あ、綺麗。ここからサムネ候補ですね。ここで決定ですか？それともこっちですか？なんかあれだよね。カッパのへ、カッパのへ、ぷー。おめえ、なんだか綺麗になっただか。それ違うゲームやな。到着しました。ありがとう。北の方にムーラがあるはずです。それ以上は何も覚えていません。教えてくれてありがとう。それでは、あなたの使命が成功しますように。か、帰っちゃうの？はい、持ち場に戻ります。でも、また一人ぼっちになっちゃうよ。大丈夫です、私は制御されてませんから。その制御かっていう意味がいまいちよくわかんないですよね。お、これさ、あの、カッペイさんをちゃんと、持っててくれるのに、なんて白状のやつ。とりあえず建物に入ろう。あ、階段は登るのね。はしごが怖いよーっていうくせに。わー。木が朽ち果ててる。なんか、あれですね。ホタルの墓みたいな。え、な、え？なんか急にさ、その雰囲気が変わってない？で、この階段を降りることによって反対側に進んでいくと、あっちの下の方気になるな。あ、下は特になかったのね。で、これあれなんか、ママのためにホテル捕まえるんだ。瓶はホテルでいっぱいだ。ちょっと待って、あ、ここ上通るんだ。なんか川かと思ったら、なんか全然関係なかったな。なに、くぼみか何かですかね。で、建物があって、なんかいろいろ魚の頭がた、小さな川で魚っていっぱいだ。ああ、釣ってるのね。何も釣れない。あれやな、ポケモンで言うとこの、釣れないなーってやつやね。あの、コイキングとかばっかり釣れたりとかしてね。若干イライラするやつですよね。ああ、ちょっと待って。フィールドを移る前に、まだ、なんか今回、なんていうんですかね、新しいフィールドに来て、探索会っぽいんすよね。だからこう、ちょっと道、なんかいろいろ売りつけられそうな感じがするよね。どうだ、貴様、釣り竿でも買っていくか、みたいな。かつては人々はこの遺跡に住んでいた。だが、洪水が起きたせいでほとんどのものが去っていってしまったのか。それは去っていったのか流されたのか。大地は脆くなった。重い話聞かされただけで以上。てってるってるってる。今ホテルでいっぱいだ。この壺は空っぽ。割ったらなんか出てくるじゃん。魚釣りのね。あ、よかった。また昼寝フラグかと思った。勝手に寝てゲーム終了。チーンって言って、4分も経ってねえと。魚が入ったし、魚めっちゃある。魚超ある。で、おーい、ブラジルの人聞こえますか？ブラジル。無理やな。なんかあの、こう、通れるのと、急にこう詰まっちゃうのってね、なんか結構難しいよね、線引きが。で、上にも行ける、下にも行ける。こっちから行くのかな。こっちの方とか特にないし、あれ、俺ここ帰っ、あそこから出てきたから、じゃあ、あの、さっき行きかけた下から行きましょう。あの子元気やね。で、あれでしょ、あの、子供ってさ、なんかさ、そのポケモンで言うとこのさ、体力が HP100 から始まったとしてさ、あの、1までさ、もう最強に元気なのに、いつも話の途中で何かこう区切られて、アルーラ、アルーラ、おーい、ブルーホース、今の聞こえた？アルーラ、南東の方から聞こえるよ。南東ということはこっちですな。ウィリリリリリリリ。だが私は南西へ行く。釣っている人がいるね。特に何も
話っすかね。なんかあのいろいろ川でプカプカ言ってるよね。あ、そうそう、で子供の話に戻る。うなぎだらけだ。え、待って、違う、蛇だらけ。蛇、この腕より長い。え、長い、君の腕の長さが分かんないけど。そうそう、でポケモンってさ、え、ポケモンじゃねえんだよ。捕まった、またストーカーやろうかよ。小さな女の子見なかったか。君より少し背が低くて、あとで、それ太陽だろ。君が救世主なのか。そうかも。うっそー、タメ口使ってごめんなさい。うん、別にいいよ。誰か探してるの？妹なの。いなくなっても3日も経っちゃうの。あちこち探し回ってるんだけど。どんな子なの？君よりちょっぴり背が低くって、青くって、長い髪してて、あと、羽生えてるの。天使の翼かな？ごめん、そんな顔見てないや。最後どこで見たの？遺跡の内部。森に向かうって言ってたから、今ここで待ってる。はぁ、疲れた。どうでもいいですけどね、今日これ収録してるのがね、金曜日なんですよ。一週間ね、週の頑張ってね、働き通してね、あのテンションでしょ。で、これ今収録してるのが大体ね、あの10時半から11時の間くらいなんですわ。あのテンションで岡幕省で喋ってたら、それはーってなりますわな。皆さん気持ちわかります？誰もわかんねえよな。大体お釜になる言い前が、へーって話なんですけどね。広っ！なんかまた下に行くところがあったんですけど、一旦無視。またあのフィールドが変わっちゃうと思うんで、一旦無視。水のサンプル採取を、なんか何、またなんか、あれですかね、水が必要になった時に、彼のところに行くのかな。いけない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 。あ、フィールド変わっちゃった。まあいっか。で、これなんかあの、燃やすんでしょう、どうせ。入り口が伝って追われてるよ、ブルーフォース。ごめんな、俺、雷しか使えないんだわ。十分だな。わあ、またラピュタのロボットがいるよ。その太陽、お前が救世主か。どこに向かっているのか。うん。避難所に入ることができる。まずこの巻物に署名を。わかった。ペン持ってる？ない。紛失した。これ警告だっけ、強国だっけ、なんだっけ、強国か警告。警告また違うじゃない、あの三千円のやつだから、これ強国なのかな。ちょっとすいません、漢字弱かった。これでどこで探すといいだろうというか、で建物に入る前にとか、建物に入るために署名しないといけないんだっけ。お邪魔します。バレてない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 、そこだ。どうも人間、この下にある遺跡は部分的に浸水しているので気をつけてくださいであります。あ、ここには来ちゃダメ。差し迫った危険はありませんであります。どっちですが、この中で住むことは推奨しませんであります。こうやってキャラ付けしていくと、あの大体誰になる、誰にどんな話の仕方したのかって分からなくなるから、あの危険ですからやめましょうというね。で下に進んでいって、そうそう、で子供の話なんですけどね、まだ続けるんかいっていうか、こう大体大人って体力がなくなっていくとだんだんこう元気がなくなっていくじゃないですか。でも子供って本当にこう体力がゼロになる瞬間までめっちゃ元気で、わーい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 ってなる感じ。やっぱそこが子供と大人のそのなんか違いがあってあったりしますよね。ここはなんか何もなくて、じゃあ右のなんか入れそうなところに入りましょうかと思ったら、入れる場所でもなんか、あっ、ビジ、これまたな、あ、出たー、ホラータイム、またあったな、ブルーホース、また手を差し伸べなければならない。ちょっと待って、あのこれさ、皆さんに伝わらなくて申し訳ないんですけど、今ね、あの後ろのこれ何、あのデスクトップ画面超暗いんですけど、怖くない？そうしなければニコはこの先に進めない。今回君に必要な情報はコンピューター上で最もアクセスしやすい場所にある。何、 IE クローム、言っている意味がわかるか。あ、これ多分皆さんに見えないですね。いいえ、ブルーホース、君が神にしては賢く。めっちゃディスられてる。腹立つ、こいつ。なんか今回は難しくないはずだ。うるせえ、お前神だぞ。全知全能だぞ、お前。創造主だぞ。なめんじゃねえぞ、にやろう。周りを探してみたまえ。見逃すのが難しいことか。周りを見るな。周り、家の周り、家の周り、ってことどういうこと、家の周りを探したらいいの。
周りを見渡す。まだ見つけていないのか？あのドキュメントのことは覚えているか？今回それよりも目立つところにある。コンピューター上で最もアクセスしやすい場所はどこだ？ええ、どうでもいいんですけど、何？すべての、は？危ない、更新してシャットダウンするところだった。ちょっと待って、どういうこと？最も見つけやすい場所だ？デスクトップじゃねえの？え？これか？ああ、結婚式の時の明細書が出てきた。他には？また請求明細書出てきた。ちょっと待って。え？最も見つけやすい場所だ？は？ダウンロード、教え子の ES が出てきた。ドキュメント、ドキュメント。違うね。これは違うね。7月6日って書いてるもんね。え？ちょっと待って。は？すいません。皆さんに今僕が何をしているのかっていうのが全く伝わらないのが非常に申し訳ないんですが、とりあえず、苦しんでます。最も見つけやすい場所だ。最も？え？ちょっと待って。最も？え？サブスクリプションは終了しました。ウルトラソウル、ドロップボックス。え？やばい。ゲームオーバーフラグ。これ、ただ時間が過ぎてるだけ。やばい。トークで食いつないでいかないと、皆さんもう何が起こってるか分からない。とりあえずなんかさ、え、ちょっと待って。え？もう一つ、その効果は一時的なものだ。必要でなくなければおのずと消える。え？ますます、ほら、待って、怖い。ちょっと待って、もう一つ、その効果は一時的なこと、大事なことなの、二度言いましたってか。え、待って、ちょっと待って、この、え？腹立つ、何これ、なんか出てきたよ。え？どういうこと、ちょっと待って。皆さん、すいませんね。なんで僕が今まで気づかなかったかっていうと、今皆さんがやっている、その、なんて言うんだろうね。皆さんじゃなくて僕が撮っている、そのパソコンの、このゲームの画面っていうのが今真ん中に置いてるんですね、デスクトップの。で、そのこのゲーム画面自体の裏に存在してる。そりゃ見つかるか悪いっていう話なんですけど、見つかりました。で、これが何なの？なんかうちわみたいな、ものなんですけど、これ何？後で使うのかな？じゃあ、とりあえず一旦ここ抜けてったらいいんですかね？まあ、後で使うかもなので、ってか、これどう見てもあれですよね。目玉親父の進化前みたいな、じゃなくて、うちわじゃなくて、電球の一部みたいな、とか、電球じゃんって。お前は何を。このスターほんの数分前に、そうなの、入り口とかでいろんな場所に逃げて、てっきりここが放棄されてる、遭難信号です。え？生物が助け求めています。ですが、8000円。わかった、プラント43やな。もしくは、プラント42か？バイオハザード。おわ、バイオハザード。まあそんな話はどうでもいいとして、どうも人間、この近くに子供が2人住んでいます。てかもう、道が塞がっている。ブロックでブロックされて、しょうもねえよ、寒いよ。そういうのは俺だけで十分だよ。ニコ、俺のポジション取っちゃダメでしょ。あれ、なんかまたちょっと出ちゃった。てかなんか探索してるだけのつもりだったんですけど、こうやってこう出てきてしまっていいんでしょうか。というかもさっきのこの後ろにあるやつ、超ムカつくっていう感じなんですけど、そんな、ないよね、ツタがここまで伸びてきている。唐突な触手プレイ。おっとっと、キュセスーさん、信じられない、本物なのね。大丈夫？いいえ、あ、ダメ。じゃあ、さよならっす。村に行こう。村の下なの、もしかして。うん、大丈夫、いいの。でも、太陽、もう長いこと見ていない。ずっと感じていない。キュセスさん、もしかしたら、違う、もしよかったら、少しの間だけ太陽貸してください。そしたら元気になる。光合成します。あ、ダメなんかい。私がその、そう、こんなことを頼むのは自分勝手すぎるかしら。別に、いいですよ、どうぞ。さすがにね。え？暖かい。もう忘れかけてた。とても暖かい。それはいいことなんだよね。
ツタは消えてなくなったはずよ。もう怖くない。うわー、暗いから見にくくなってる。どこ進んでんだろう。歩けてる？ちゃんと歩けてる？なんかこっちは明るいよ。大変じゃ、いらないじゃん。ところがこれあれだよね、中に入った瞬間見えるんかい。お前どっから光来とんよ。ほんなら太陽、じゃあツタは消えてなくなったはずよ。まあさすがに死にかけている人間から物をぶんどるほど私は悪どい格好はなかったというところでね。なんかまた別の星に来たよ。これまさか出口になると思ってなかったですね。進んでいきます。何ああ、羊ちゃんか。違う、ヤギだった。みお前三重人格かよ。なんかめっちゃ物と、わあキラキラしてるものがたくさん。ガラスの破片、ビー玉、秋のガラス瓶、ほぼ秋ね、ほぼただ好きなだけさ。やあ人間。いや、物々交換かい、物々交換。そうさ、処分したいものある？いらないものをくれたら機械に何かあげよう。何かあるかな、ブルーホース。琥珀。これいらない、いらない。それなんで本から、ああ、本は引き取れないな。なんせ読めないんだ。学習力。荷物だ、車でいっぱい。その通りだね。っていうか、まずさ、二人からダメ出しされたことがなんか何気にショックだった。何触れないでおこう。とりあえず一旦戻って、ああいうさ、もうラリってるやつがもうなんかもう怖いよね。恐ろしくなってくるね。蛍が数匹、瓶の中で飛び回ってる。そうですか。はい。あ、また釣りなんかしてる。これはニシンみたいだ。それともアンチョビイワシ？アンチョビってさ、料理じゃなかったっけ？あれ、気をつけ。洪水は農地を奪っていく。でも魚は奪えない。なんだかんだでいい時間になってきましたね。オーブだ。琥珀でできてるみたい。どれ今のうちだ。祭壇みたいだ。靴が一足と宝石がちょろっとある。ショールかマントかな。綺麗に畳まれている。杖だ。不毛の地にいたロボットが持ってたやつみたいだね。不毛の地にいたロボットが持ってたやつみたいだね。やばい、言葉が出てこない。お、なに、ピー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 。待って、これを動かせるの。これ。ほい。これを交換するのは良くないと思うな、ブルーホース。おい、ちょっと！あのコインの持ってるやつじゃねえか。前にいくつか掘り出したことがあるけどさ、そうさ。ああ、それで機械に最高の品をくれる男がいてな。男がいてな。例えば音楽を奏でくれる小さな機械を持ってきてくれたことがある。名前わからないのにくるくる巻かなきゃいけなくて。オルコール？それだー！ピンポン世界ピンポンチュルチュルチュル。青の男に戻ってきてほしいけど、随分長いこと見てねえな。あいつともっとブツブツ交換したい。なんか取り憑かれてるのかな。まあいいや。ということで、まあ、20分近くにもなってきましたので、そろそろ動画も終わってですね。まあ、そろそろ動画も終わってですね、次回にまた回していきたいと思います。なんか新しいとこいろいろと広すぎないで、なんか怪しい人物も出てきたんで、まあ、次回はその、この、なんかちょっと顔色の悪いピッコロさんに話をかけるところから始めていきたいと思います。ということで、本日も最後までご動画をご視聴いただきまして、どっ、怪しゃーということです。また次回お会いいたしましょう。さっきパソコンであったやつ何に使うのかってすごい気になるんですけど、また、次回以降なんか紐解けていくんですかね。ということで、それもお楽しみにしていただいて、次回お会いいたしましょう。さらら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。